どんな時に聞くの？そのずっと私流してる、携帯からパソコンから。あ、そう。家帰ったらすぐ音楽かける。へえ。テレビとかも逆に、テレビ見ない。テレビ見なくて。あ、でも分かるわ。ついていけないから、はあはあ、音楽ばっか聴いてる、本当に。確かに、洗濯物畳む時も、うん、かけてる。そこも。私もテレビあんまり見なくて、最近音楽、お風呂とか。ああ、風呂でどうやって聞くの？あるんですよ、なんか防水のなんか入れれるやつが。ジップやってる。あるある。お母さんやってる。あ、 iPod であれすんの？iPod で、iPhone で。もうあるし、ちゃんと。間違えちゃったんだよ。そこ大事そう、iPhone で繋いで。私、ウォークマン派なんで。ああ、今で。ウォークも。ウォークだから、繋いで、その棒、なんかカプセルみたいな、本当にこんな感じで蓋がついてるのがあって。ああ、それ用のやつ、うん、あるんです、家に。めっちゃいいじゃん。だからお風呂に入ってる間に。ちゃんとしてる。聞いたり。あんまりなんか音楽を聞くっていう時間がないかもしれない。あんまり、いやでも嫌いじゃないんですけどね。あ、あの時はめちゃくちゃ聞いてたでしょ。いや、もう聞いてました。こう入る前にやっぱり好きな役じゃないですか。だからなんかこう、なんかこうそのために聞くみたいなのはすごい嫌だけど、でも好きになれなかったらすごい嫌だなと思って。なんかこう好きになれたらいいなってすごいずっと思ってて、うん、でもなんかあの時本当にあの時すごい熱量で音楽を聴いてたから、うん、だからだと思う。多分今なんかな、すごいあの熱量で音楽聴いてたってことが言えないのかもしれないです。すごいなんか、なるほどね、すごい聴いてたから、うん、なんか四六時中クリープ聴いてたもんね、うんうん、外行く時は必ず全部聴いてます。分かるわ、私も。イヤホン忘れたら死んじゃうと思う。そんなに聴く、うん、本当に死にます。本当に嫌だ、私も。外にいるときにイヤホンき、うん、つけてない、つけてないと。いや電車もずっと聞くし。あ、そうなん。ちょっとでもコンビニ行くときも絶対聞くし。分かるわ。歩くときも音楽聞けないな。そう、口ずさんじゃもん、口ずさんの別に。あ、そう、歌。いや違う、これ聞きながら、聞きながら普通に私歌ってる。歌うよね、うん、あ、私聞かないけど歌ってるよ。違う感じだ。違う感じだ。